はい、皆さんおはようございます。ヤシの木村チャンネルのヤシです。はい、今日今現在7時28分ですね。今日はゆっくりとした、スタートになっております。あー、でもなんかちょっと天気悪いな。で、最近寒いからですね、フロントガラスがバッキバキに凍ってるんですよそれをね、朝からねバリバリやるのが大変。さあ、ならまあ今日は、6軒かな、6軒ぐらい回る予定にしてますが、もう1便で終わりにできるように、がっつり後ろに積んできましたんで、はい、なら、まあ、昨日と違って、今日は余裕がありますので、ゆっくり終わらせていきたいと思います。それでは出発です。次の3軒目終わりました。さあ、次はどこだっけどこだっけだはい、次は、はい、次もバラ卸しのとこですね。さあ、なら、あ、行きましょう。途中コンビニかなんか寄ろうかな。ね、ちょっとね、小腹が空きました小腹空いた。はい、ちょっと休憩したいと思います。なのでね、ローソンに着きましたんで、なんかちょっと、ね、小腹空いたならちょっとなんか買ってこようかな。よし、よいしょ。よし、はい、なんかね、オープンしたての、ローソンみたいで、オーナーさんだったのかななんかすごい手慣れてない手つきでしたけどあれなんですね、最近のローソンの唐揚げくんってのはセルフなんですね。知らなかった。唐揚げくんの今回ね、テープついてたテープついて取れねえよよしよしよし、やばいよ、取れない、もうこっちから取っちゃえ。よし、はい、なんかね、カルボナーラ味、これ水たまりボンドさんがプレゼンしてんのかな、わかんないけど、んー、カルボナーラ味、へー、はい、はい、ローソンさんで、買ってきました。水たまりボンドさんがなんか紹介してるのかな、濃厚カルボナーラ味、はい、これ買ってきました。これ運転しながらでもね結構食べれるんで、小腹空いた時にいいですよね、これね。はい、カルボナーラ味初めてだな。どうなんだろう、美味しいんだろうか。ちょっと食べていきましょう。とこれなん、よいしょ、はい、博多純真ラーメン、シンシンのねラーメン有名ですよね、シンシンさん、シンシンさんのチャーシューおにぎり、なんかイントネーションおかしかったねチャーシューおにぎりねチャーシューおにぎり、これもね、美味しそうだなと思って買ってきました。じゃ、これ食べながら、ちょっと次のお客さんのとこ行きたいと思います。あ、美味しそうだな。よし。朝飯。さあ、なら行きましょう。
うわすげえ。よいしょ。はい、ちょっとおにぎり見てみましたけど見えるかな。はい、ちょっとね逆光で見づらいね。なんかね味な、なんだろう、なんかラーメンのスープかなんか染み込んでんのかな。ちょっとこう茶色いっぽい味付きのおにぎりになってますけど、チャーシューがめっちゃ巻いてある。え、うまそうだなこれ。さあ、なら食べながら行きましょう。よし、うん、あ、うめえこれ。あ、これ温めた方が美味しかったかな。基本的おにぎりは温めない派なんで、温めなくていいですよって言ったんだけど、これ温めた方が美味しそうだな。うん、あ、うまっ。3軒目に着きました。さあ、なら、ここもバラおろしで、まあ台車に乗せてやるだけなんで、さあ、なら、おろしていきましょう。うわぁ、ちょっとね、ブレーキかけた時でしょうね。がっつりパレットが動いてしまった。まあ荷物には当たってなかったんで、よかったですけど、やっべえなこれ。ちょっと元に戻したいと思います。はい、なら治りましたんで次のとこ行きたいと思います。はい、最後のとこ着きました。今11時51分、ちょっと昼前に入れましたんで、ちょっと作業の方やっていきたいと思います。受領は昼明けになりそうな気もしますけど、もしかするとしてくれるかもしれません。よし、ならラスト、なら締めていきましょうか。はいはい、それでは終わりましたんで、片付けていきましょう。
終了です。会社の方帰りましょう。はい、今日の仕事終わりです。はい、今12時35分ですね。ああ、今日7時半ぐらいからスタートしてますんで、お、めっちゃ、すげえ、何時間だ ?5時間か。5時間労働。ああ、いいね。さあ、なら、会社の方帰って、ちょっといろいろやりたいことがありますんで、そちらの方もやっていか、行こうと思います。さあ、なら帰りましょう。お疲れ様でした。早めに終わりましたんで、ちょっともうお腹ペコペコなんで、ちょっとご飯食べようかな。お昼飯、昼飯食べようと思います。でね、家にねカップ麺があったんで、ちょっと持ってきたんですけど、嫁さんが買ってきてくれてたんですけど、はい、これカニクリーム、ん、なんだこれ、とろーり濃厚カニクリーム味の日清さんから出てるやつかな。はい、これちょっとね家から拝借してきました後で怒られるからまあまあいいか、あれ買ってやればいいですよね、うん、食べよう。ちょ、初めて見るんですよねこれね。どうなんだろう、美味しいのかな。食べたことある方いらっしゃいますね。ちょっとこれ食べていきたいと思います。で、今回紹介しようと思ってるのは、はい、ケトルでーすまあね、愛用してるケトルなんですけど、これねシガーソケットでいけるんですよ。いけるケトルなんですけど、24V 対応、トラック対応なんですよね。で、まあこれ Amazon さんで買いましたけど、まあもしよかったら、あの説明欄にリンク貼っておきますんで、まあ興味のある方ちょっと見てみてください。ただね、ちょっとね24V なんで沸くのが遅い本当、あのすっげー長いの、それがねちょっとね、多分ちょっとねいかんかなと思うんだけど、でもね、まあ普通にスーパーとかで買ってきたカップラーメンとか、そういうねお湯が必要な料理とかはこれでだいぶいけると思います。あと水を持ってきとけば、全然 OK です。さあ、ならこれでちょっとお湯沸かしていきましょう。刺していきます。赤に光ります。さあ、なあ、お湯の沸くのを待っておきたいと思います。お湯の方沸きました。はい、グツグツやってる。よし、あー、危ねえ危ねえ、こぼれちゃったよガサガサにふざけてやってたら、ガサガサガサってこぼれちゃったよあとで掃除しなきゃいけねえやよっしゃ、たら出ていきます。よし
たら、3分待ってみます。熱っ割り箸常備します。さあなら待っていきたいと思います。それでは3分経ちましたので、いただいていきましょう。シーフードって感じ。あ、美味しいわ。ね、カップヌードル外れないっすよね。ね、やっぱり。焼きっぽい味になる。あれはあれでね、すごいこれ好きなんですよ。美味しいですよ。騙されたと思ってやってみてください。たこ焼きみたいな味なのかな、お好み焼きかな、なんかソース系の味になる。ご飯入れたりしてね、おじやみたいな感じで食べるんですけど、
今日はトラックの中だ。おにぎりとかあったら入れてみる。ああ、うめえな。長距離行ったりするときにね、なんかね、ちょっと料理したりしてたんですけど、まあ、そのために買ってるんですけど、まあ、配送に変わってから、なかなかやる機会がなかったんですけど、今度やってみようかな。トラックじゃなかったんですけど、友達と釣りに行った時、自分のワゴン車に行ったんですけど、そこで車の中で鍋しましたよ、鍋釣った魚をぶち込んで鍋しましたよ意外とね、美味しかったです。さすがにね、鍋はできないかもしれませんけど、まあ、できないことはないかな。やってみましょうか一人鍋な、寂しいな。なんか連れがいればいいんですけど、嫁さんと釣り行った時とか、ね、仕事で海の海沿いに行ったりする時に、まあ、たまに釣りやったりするんで、その時にね、鍋とかできたらいいですね。まあね、なかなかね、配送業ってそんなよ、ゆっくり余裕、時間が取れなかったりしますからね。ちょっとね、仕事が、ね、すっごい暇な時とかにやってみたいと思います。うん、あー、分かった。ごちそうさまでした。完食でございます。だからね、スープとか飲むとね、体が悪いんだけど、ついつい飲んでしまうんですよね。よっしゃ、さあ、満腹じゃー、満腹じゃーあー、よし、さあ、ならまあ満腹になったところで会社の方に帰りたいと思います。さあ、なら今日は今日のお仕事は、すぐに終了です。今1時59分、もうすぐ2時ですね。会社帰って家に帰りたいと思います。さあ、なら今日もお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。